どうもトモハッピーです。はい、ご視聴ありがとうございます。ハレリアチャンネルのトロピー大塚です。今日トロピー大塚とやっていくのはマジックセンサリングレアなしスタンダード。レアなしスタンダード、はい、説明しよう。レアなしスタンダードとはマジック・ザ・ギャザリングの最新のカードで遊ぶ構築戦、うん、スタンダードの神話レアとレアカードを全部禁止した構築フォーマットである。そのままっすねそのままっす、はい、タイトルの通りなんですけど、はい、最近のスタンダードっていうのはカードパワーがかなり上がってて、しかもマジックアリーナで研究が進むのが早くて、うん、しかもね、あの環境が一強とかでマンネリ化しちゃうと良くないってことで結構禁止が出るんですよね、うん、禁止がたくさん出やすい環境で紙のスタンダードはおすすめしませんっていうお話をハレリアチャンネルでして、はい、結構ね反響もいただいたりしたんですけど、はい、まあ、正直今もそう思ってます。紙のスタンダードをおすすめはできません。分かった上で遊ぶのはまあ楽しいしありなんだけど、おすすめはしてません。マジック専門店ハレリアとしてもね、おすすめしたいわけですよ本当は。そりゃそうですね、スタンダードの一番人気なわけですから、ね、そう、はい、でもおすすめできない理由があって高いレア揃えてもまあ禁止になっちゃって使えなくなっちゃうすぐにっていうことがあり得ると現状、うん、じゃあレアなんて使わなければいいじゃんっていうね感じで、なるほどね、はい、これ結構スタンダードレアカード神話レアカードなくても全然楽しい説っていうのが、まあそれはそうですよ、うん、だってリミテッドって遊び方あるんですから。そう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 、リミテッドだってレアなんかその数枚しか入ってないし、脳内的には面白いんだけど、はい、実際どうなのかっていうのはね、そうですね、今日やってみて、よかったら皆さんもやってみてください。楽しいですって言えたらいいなという回です。デッキ3つ用意して、BO1 で総当たりでやっていきます。あ、なるほど。でまず最初にやっていくのが僕トモハッピーが青黒ローグ、おー、あるいはライブラリアウト、うん、でトロピーが使っていくのが、はい、まあね、スタンダードおなじみ赤タンやっていきたいと思います。はい、ということだね。で3つ目のデッキは、まあ、今のところ内緒にしとこうか、ね、比較的本命なんじゃないかなっていうデッキを後で合流させて、はいはいはい、豪華3種類のデッキで3本対戦やっていきます。どんな戦いになるのかお楽しみください。お願いします、はい、お願いします。はい、9 7。赤タン先行めっちゃ嬉しい。これでもリミテッドに近づくってことは、うん、プロ有利じゃない？プレイングが出る。プレイング出る。カードが弱くなればプレイングが増すと。はい。マリガンチェックします。よし。キープです。はい、キープです。はい、じゃあお願いします。じゃあまず山から。ミスタースピリッ、スピット、グレムリン。え、知らない知らない。何グレムリン？1-1で、1マナでタップすると1点飛ばせますよ。はいはい、で、クリーチャーじゃないスペルキャストするとこいつがタップします。結構強くない？はい、おしまいです。ドロー、チーチで普通殴れちゃうのか。チョキロー。お、はい。あ、指導者の乾き。早速除去ってきた。終わりです。はい。どうします。じゃあ山セットして、うん、もう一枚出しちゃおう。おお。レミ、おしまいです。はい、ドロー。カニ。終わり。カニか。なるほど。今回。1703上陸すると3枚削る山札。どうします。そしたら、さすがにそいつは。まずプレイヤーに、はい、19で、こいつ3点、はい、で、アンタップ取りました、アンタップします、やばで、攻撃で1点、1マナ、パワー2みたいなもんそうですね、1マナかかってるか、はい、おしまいです。アンタップ、ドロー、1点回復土地、はい、マンフォーク、終わりです。1点回復土地、地味に嫌だなね、おしまいす。じゃあ、まず1点プレイヤー、はい、嫌だな、それで、ショック、強いな、アンタップします、うん、で、攻撃と、強いわそれ、はい、意外とやれるエンドです。ドロー、ちょいっと、あー、除去、除去された、はい。しかもこれさ、相手のイントゥーザストーリーあるじゃん、相手の墓地8枚、相手の墓地7枚以上あったら、うん、4マナで4ドロー、うん、あれとかもさ、すぐにできないんだけどさ、あ、お互い弱くて長引くならそのうち使えるんじゃねみたいな気がしてきた、うん、終わり。まあ普通に使われてるけど、まあなんか違う要因によって使える、うん。2マナでリムロックの騎士、おー、はい、2マナ3-1でブロックできない、おしまいです。じゃあ起動、はい、アンタップ、ドロー、結構ローグっていうよりコントロールデッキ感、タッチ、終わり、はい、あら、出します。じゃあ先手あります。3-1アタック、はい、出します。お、出してきた。そしたらブロック前に、はい、3マナで一徹で4点ダメージ。それも強いけどスタンダード使われてないよね使われないこのカードが使われないってやばいよな3マナで全部赤で払ってたら4点飛ぶ、3点火力、はい、はい、やられました。じゃあ、除去、あー、あるか、
なんかバランスいい気がしてきた。すごい。すごく楽しいんだけど、普通にマジックなんだけど、しっかり。すげえやりとりがしっかりある。ね。じゃあ第2メインで、ロッチカップ。結構でかいの。はい。はい。さっくり。さあ、もう一枚手札が何かな。アンタップドロー。セット終わり。どうも。起動します。では、アタック。はい。じゃあ、一回起動。OK。じゃあ、もう一回起動。OK。5点。お、あるか除去が。おなるほど。なし。オッケー。ちょっと待って。よしよし。やばいんだけど。こいつと生き残ればいけるんちゃうか。これなんか俺やっててさ、うん、これ今あるデッキってスタンダードのデッキの弱体化版みたいな感じで組んでみたんだけど、はい、自分でなんかちゃんとこれ用のデッキ組んだらめちゃめちゃ大会勝てそう。本当ですか。まあみんな研究してないからそれはそうなんだけど、デッキ組めるやつがいい。レアなしスタンダード研究会が。あるよ。あるよ、これ。セット終わり。あ、没入あるか。7マナ揃った。そろします。じゃあアタックします。はい、通します。じゃあ1回起動。 OK。 ではメイン2、うん、まずこの刃の次者。はい、でもう1枚。うわぁ、次だった。死亡したら1点。死亡したら1点。めんどくさ。おしまいです。あ、没入ない。没入ありません。おん、これすごいよ。え、これすごいよ、大塚くん。何めんどくさいやつを、うん、めんどくさいやつを、あー、隠るやつ奪う。なぎま同士の制圧だから。はい、終わり。1対2交換、すごい交換される。これドラフトでも結構お気に入りのカード。するか。これアタックしましょう。ブロック。はい、じゃあ1点。はい、死亡したんで、じゃあ1点。はい、1対3交換。強すぎる。しかも8枚になっちゃった。おしまいです。おー、来た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 。大逆転。いや、すげえ地味なやり取りだけど。カニ。うわ、カニか。はい、削ります。3枚。はい、ショック。あ、ショック。はい、よしよし、終わり。じゃあドローします。なんかへ、おー、強い。え、アナックス。やば。え、2-3じゃん。でも2-3、でも0-3。でも次引けば。確かに。おしまいです。アンタップドロー。確かにこれあったから、さっき取った。来たー。あー、ずるいよ。こんまじ。ずるいよ。 3軽くなってます。8枚以上あるから3軽くなって、青青、だけで言った。やば、アドバンテージ。やべ、ずるい。カードアドバンテージこそ思考。終わり。やばい、取っといた方がよかったか。さっきのはアタック失敗だったか。そんな2回連続取っちゃうの。やばいやばい。マジか。ちょっと辛いな。よし、じゃあまあとりあえずは引き付けやん。はい、おしまいですね。赤たんのはなんかラインナップきつめに見えてきたね、改めて考えると。骸骨の巨人がいかに優秀か分かってきたね。うん、いや、あれはさすがに強すぎる。赤なのにアドバンテージ。ドロー、アタック2点。はい、通じます。終わりです。どうします。地味。ではもう1回です。おしまい。はい、ドロー。終わり。終わりか。はい、ドローします。ブロックできないトークンが出るから。こいつ3点。お、カウンター。え、あるんか。相手の墓地の枚数以下のホストの呪文を打ち消す。あるか。いや、おしまいですよ。おしまい。物語へ没入来い。きたー。スタックでプレイヤー4点か。あ、そうだね。4。あと火力醍醐味になってきたね。赤タンに火力で本体焼き切られなければ勝てるみたいな。4枚ドロー。セット3枚削る、はい、アタック。俺には時間がない。はい、失礼します。2点。16。11。終わり、はい、まあこれアタックしていくしかないな。戦闘でアタック。物語の没入もう1枚欲しいからブロックで探ります。 OK、はい、ドロー。相手の墓地8枚7枚ん相手の墓地8枚以上って探れる、うん、はい。じゃあ 何もなしと決まるので、グレムリー。この盤面でグレムリーは強い気がする、除去なければ。これってあれだっけ、クリーチャー、あ、死んだからトークン出るのか。あ、本当はね。アナザーノントークンクリーチャーが、そっか、うん、じゃあ除去ある。ちゃんとセットして3枚削り。はい、じゃあ言葉に甘えてこのトークンだけ殴る。はい、はい、どうぞ。カウンターあるか、まだ。とりあえず出すか。おしまい。カウンター。カウンター。エッセンスキャッター。お、全部こっからカウンターしていくつもりか。手札2枚。はい、おしまいです。ドロー。カニ来い、カニ。ソフトブロッカー。アタック。3点。はい、3点、はい、ワンフォーク。終わり。アタックしていくしかないか。アタック、ブロック、ブロック、はい、隠ります。またサチロス出しながらオンドロー。うーん、おしまい。おお、来た。勝ったかな、これは。イントゥーザストーリー。あー、2枚目か。4枚。中を引くとやっぱり辛いな。さっきのアタックすごい今尾引いてる。パクるやつ強すぎるな。パクるやつやばいね。
的確にいいやつもらえてる。4点。4点。カニ。うわあ。回復土地6枚削ります。1点回復します。回復土地1点ずるいな、地味に。はい、3マナ、はい、3マナ2、3、威迫、相手の墓地8枚以上あると5、3。うわー、つい 5、3? やば、もう殴れないじゃん。終わりです。はい、よろしまーす。はい、おしまいか。おしまいですね。もうそろそろブロックに回らないと。ドロ、カニは残しといて、全般これでロードがあったら負けちゃうから、こうブロックするしかないよ。はい、じゃあ4点。はい、写真の時に、はい、両方にダメージ割り減ります。はい、じゃあプレイヤーに2点。はい、3、はい、3、帰ってくれば勝ちか。6枚削ります。あー、よしよしよし。4、5、6。はい、終わり。じゃあ2、アステリックの日プレイヤー、あるんだろう、どうせ。よし消し、1枚ある。よし消し、次。でもこれ、はい、ラストターンなんで、はい、はい、お、3点プレイヤーか。じゃあプレイヤー3点。じゃあ3点、ありがとうございます。おー、勝った。熱っ、熱いね、引いたね、引いた。いや、いいね。じゃあ2戦目、はい、2戦目は僕とマンピーがこの赤ターン使って、はい、トロピーが使うのはこちらサイクリングデッキです。赤白サイクリング、はい、というわけで、まあこれはね、結構ね、うん、元からコモンアンコムが多いんですよね、このデッキ。サイクリングデッキ安くて強いみたいな感じだよね、はい、サイクリングすると、まあこいつだったらトークンを出したり、こいつ墓地のサイクリングの数だけ相手にダメージを与えて、その分ライフを回復するって、うん、すごい強力なカードなんですけど、なんとアンコモンということで、やばいよね、はい、レアが抜けても最もこう弱体化しないデッキがこの赤白サイクリング、ね、はい、土地はね、まあ痛いけど、ちょっとでも土地ぐらいだよね。まあそうですね、抜けるのね。で、もともとそのサイクリングで、サイクリングが無色だからできるとか、うん、あんまり気にならないんですよね、そうね、色が出ないっていうことが。サイクリングしちゃったらどうせ引いてくるし、そう。さあどうなるのか、お楽しみください。お願いします。はい、お願いします。はい、お、12 7、じゃあまた先行もらっちゃいます。はい、お願いします。チェックします。はい、じゃあキープします。こっちもキープ。はい、じゃあお願いします。お願いします。まずは赤白のタッピーなど出た提言します。はい、します。これはもうレギュラーだよね、完全にこの土地はもうレアナシスタンド、レアナシスタンド安定の2色土地。ヘルハウンド、お、スタンダードと同じレベルや。終わり。はい、どうします。そしたらここは一旦様子見る、 N ですね。サイクリングのターンか。ドロー、セット、上陸、2点、アタック。19、11、ゴブリン、お、どうぞ。ガンガン出していく。そしたらサイクリングします。はい、一番サイクリングで1枚しよう。はい、サイクリング、はい、ボタンもらいます。はい、救出します、はい、こいつは、サイクリングするたびに、まあ、それがそのターン初めてのサイクリングだったら1を出すというカードです。おしまいです。強い、ショック、お、じゃあスタックでサイクリングします。はい、でサイクリングしたんで11トークンが出てワンドルします。救出が死にますと。はい、おしまいです。いやー、いちいちめんどくさいな。こいつがやられちゃう。アンタップ、ドロー、セット、上陸、アタック、2点です。アナックス、おお、強い、パワー4、新人分パワーです。終わり。 こっちね、あんまり、ね、細かい状況が入ってないから、セットして、キツネ、はい、うん、おしまいです。強いね、これでもう火力も届かないぐらいのサイズにしたい。セット、上陸、はい、4点火力で倒す。お、それあるのか。だから今サイクリングする必要はないんで、うん、で、2体アタック。さすがに4をブロックするか。ブロックします。はい、2点。はい、グレムリン、おー、出してく、出てるよ。進化する昔もう切っちゃいます。はい、山札を濃くする。そうっすね。で、2マナで、トラスミスの一つ者、はいよ、サイクリングするたびにプレイヤーに大体に1点飛ばします。はい、おしまいです。ドロー、はい、1点プレイヤー。はい、14、4点。おー、当ててきた。アンタップ、じゃあスタックで、はい、サイクリングします。はい、プレイヤーに1点。19で、さらにサイクリングしてプレイヤーに1点。18で、はい、除去取れました。はい、アタック7点。7点、残り7。終わり。アンタップします。そしたらアンタップ、タップインして1点ゲインします。はい、おしまい。アンタップ取ろう。アタック、まず普通にアタック。はい、じゃあアタックに対応してサイクリングします。はい、して延長先行プレイヤーで、これで9プレイヤーね、プレイヤーに9点。
プレイヤーに9点。マジか。リムロックの呪文の方を使ってこいつ強化、はい、でこれ起こす、はい、で、進行中の出来事へ、はい、9点リムロック召喚、はい、終わりです。ドブします。はい、で、あるっていう、あるー、いかれた。はい、負けました。いや、今ひどくて、4枚なにこれ。いや、めっちゃ集まってきた今。はい、ということで3本目突入します。はい、3本目は、僕がサイクリング使って、トロピが青黒ローグ、はい、ライブラリアウト使って、はい、残りの組み合わせやっていきます。もう転調先行絶対カウンターしたい。インスタントだし、まあ、あれだな、盤面でどれぐらいプレッシャーかけれるかだな。それで隙を作りたい。こっちがでも墓地増やさなくても、相手が勝手に墓地8枚にしてくれて、いろいろこっちが悪さできるってこともあるかもしれない。サイクリングしちゃうから、物語への没入助けてるようなもんだね。じゃあ、ダイスいきます。はい、8、今日ダイス強い。5、ダイス全部開けてる。ダイス大事だな、これ結構。チェックします。はい、お願いします。はい、キープです。お願いします。お願いします。断面からカニ出しちゃおう。うわー、でもこれも逆にさ、助けちゃう。こっちの火力助けちゃう。助けちゃう、ね、一応そんな感じだ。ドロー、お互いに助け合いのマッチだね。セット、1点返す、はい、終わり。噛み合いがかなり大事な感じです。じゃあ3枚渡してください。はい、こっちは1点。はい、マホークの風ドロー。やば、まだ落とすのか。墓地のサイクリングカウントもう2増えたよ。はい、キツネちゃん、わー強い。進化する未開値、終わり。出します。ラストランドで3枚、先に探そう。持ってきたい基本土地全部落ちたらシャレなんだ。ヘッチヘッチヘッチみたいな。そうで、ヘッチ持ってきたんで、その後遺跡狩りで3枚。はい、3枚。キツネ君は後々無情な行動で殺せなくなるので、後に、知能差の火器。そう、サイクリングもう墓地に5枚落ちた。店長さん、こう落ちた。はい、はい、で、コンバットでアタック、風泥も、はい、21枚。おお、サイクリング6枚墓地に。じゃないです。ハンタップ、ドロー、サイクリングしよう、そのサイクリング、はい、ドロー、セット進化する2回中、終わり。はい、じゃあタップしてドロー。はい、セットランドします。3枚。それに対応して、はい、また一応持ってこれなくなるってやだから、はい、2回一応先に切ります。はい、3枚サイクリングでいいよ、もう1、2、3、サイクリング。来た、そろそろやばい。サイクリング10枚、墓地に。じゃあバンバンでいこう。空飛ぶ思考の隅。はい、いいんすか、そんな、はい、ゾーン削って、アタックして2点。はい、2枚、まず2枚、これで2枚ですね。はい、1、2、2点食らって1枚。はい、1枚。はい、おしまいです。サイクリングアンタップ、サイクリング、そう、サイクリング、はい、土地ねえな。サイクリング意外と、はい、ガンガン引く。よしよしよし、土地、はい、終わりです。で、アタックします。はい、2枚削って、はい、14で、これ通って、あとでもう1枚、はい、1枚、はい、サイクリング、墓地18枚サイクリングやります。はい、で、両面土地いきます。はい、ポイントので3枚。もう一撃必殺だよ、そのことないもんだ。はい、おしまいです。やばくない、これ何テクニック。はい、これで20点。1枚で20点のカードが存在するんだけど、はい、ドロー、終わり。さあ、4枚当たってきた。はい。怖いな。終わりです。お邪魔します。じゃあコンバットでアタックします。はい、2枚。いや、落ちないな、店長成功持ってそう。はい、で、4点か。4点で、もう1枚。はい、じゃあメイン。はい、セットにします。はい、で3枚。はい、はい、落ちねえ。落ちない、転調成功落ちない。はい、おしまいです。エンドにプレイヤー、おお、来た、通れば24点。じゃあスタックで測ります。マジない、カウントします。はい、ない。マジで絶対1枚は引くやん、こんなやつたら。引かなかった。ということで、はい、結果はね、なんか自分たちの下馬評通りサイクリングが2勝で優勝ということで、はい、ありがとうございました。はい、この環境でさ、仲間内で遊んでたらさ、うん、しばらく飽きないよね、多分。確かに確かに。ちゃんとデッキアップデートしてって、なんかちゃんとマジックだった。
まあ、スタンダードとドラフト両方面白いから、うん、中間が面白くないわけないか、確かに、そういう感じかもしれないですね。はい、ということでね、うん、皆さんもよかったらね、このレアなしスタンダードも結構面白そうな感じ、おすすめだし、好きなね、ルールで好きに遊べるのもテーブルトップ MTG の魅力ということだよね。まあ、ザ・カジュアルって感じですね、今回の。はい、ぜひぜひ皆さんもいろんな遊び方で楽しんでみてください。はい、よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、そしてですね、トビオツカ出演の、ハレリアチャンネルの方もぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします、はい、ご視聴ありがとうございました。また明日、バイバイ。